視聴者の方にも、なんか変わったよねっていうような感じで、こう、言っていただいたので、これはね、続けるべきだと思って、なるほど。やっぱり今もこの音読っていうのをすごく続けてるんですけど、今、僕、保健さんなんで、ものすごく勉強が多いんですよ。ああ、そうですよね。いろいろ覚えることもたくさんあるし、覚えることたくさんあるんですけど、資格も取らなきゃいけない。そう、資格も取らなきゃいけない。はい、保健のね。そうなんです。いいこと言ってくれました。ちょうどね、今度ね、資格試験が あるんだあるんですよ。またね、もう資格ばっかりで嫌になっちゃいますけど、勉強しなきゃいけないけど、その勉強を、やっぱりこれ音読、速読で。そうなんです。これはね、はい、まあチャレンジですけども、やっぱりね、この音読こうやってて、もうこの事実ね、この優勝っていう結果はあるんですけれども、さらに資格試験にこの音読を使って合格したらすごくないですか。すごいですよ。ですよね。本当すごいですよ。なので、チャレンジしてみようと。なるほど。はい、